バダッピー母核構造バダッピーは、蛍光色素の一種であり、英語のボロンディピラミシーンの略称である。日間放送原子と複合体を形成したジピロメテンから構成されている。バダッピー母核構造の IUPAC 名は4、4ダイフラーロマイナス4ボラマイナス 3R、4A ジアザエスインディスンである。線具体である無間のジピロメテンが不安定である。ために無 バダッピー色素は合成されていなかったが、2009年に3つの独立した研究グループから、それぞれ異なる手法で無機いバダッピーの合成が報告された。バダッピー色素類は、他に類を見ないほど小さなストークスシフトや周辺環境に依存しない、蛍光量収率、鋭い霊気及び発光スペクトルを有している。これらの特徴により、 バダッピーは様々なイメージング応用において重要なツールとなっている。双極子モーメントと繊維双極子が互いに直行しているため異なる曲線を有する溶媒中でも吸収波長及び発光波長がほとんど変化しない。バダッピーは3級アミン存在化でジピロメ点線具体と3復化放送エーテル作体との反応によって調整されるが ほとんどの場合系中で合成したジピロメテンが用いられる。ジピロメテンは適したピロールからいくつかの方法で合成可能である。用いられるピロールは α イの一つが無知管であり、もう一つの α イは知管されていることが多く、このようなピロールはクノールのピロール合成によって合成することができる。ピロール誘導体と方向属アルデヒドとの突破、存在下での縮合により、 ジピロメタンが生成する。このジピロメタンが DDQ あるいは P クロラニルといった機能酸化剤により酸化され、ジピロメテンとなる。もう一つの方法として、ピロールと活性化カルボン酸との反応によって、ジピロメテンを直接調整するというものがある。非対称ジピロメテンは、ピロールとにアシルピロールとの縮合によって得ることができる。中間体のジピロメタンは、 比較的安定であるため単理及び生成が可能であるが、ジピロメテンは不安定であるため単理されることはあまりない。一般的に使用されるバダッピー色素の構造を以下に示す。ありがとうございます。